さあ今日はとある本の一節を紹介したいなと思います。昭和天皇恐るべき武士松本謙一と、まあ、松本さんが書かれた本なんですね。松本さんはもう亡くなられてますけども、まあ、非常に厳しい言葉で上皇后を叩き切っております。まあ、そしてやっぱ特筆すべきは、自身の存在は公しかないということです。これこそが天皇陛下の鏡なんではないのかなと思います。公にのみ生きていらっしゃると、まあ、それができることは並の人間ではないと思いますし、昭和天皇陛下がこれほどまでに慕われるのかなと思います。松本さん、菅直人政権の時に内閣官房までやられてるわけです。2010年10月から2011年9月まで菅直人内閣の内閣官房参与を務めた松本謙一は、有識者会議などあり方に疑問を投げかけた上で、現代的男女平等の考えとは違った立場の上で女系天皇を容認すべきであると、そのように説いていますと。松本によれば、古来より日本の天皇は女性格であって、いや本当に個性論なんですよね。人間の生物学的な性、男女が対になるという概念を超越した存在であるとして、男系男子流子は儒教、仏教、西洋近代の皇室制度を模倣した男性重視主義に過ぎないと。そうなんですよね。結局男系男子は隣国由来であると思いますから、だから秋信が言ってることで逆なんですよ。で、秋篠宮批判をしたら、まあ、なんですか、朝鮮人とか、まあ、隣国の手下であるとか、そういう差別策のようなことを言うんですけども、違いますよ。うん、逆ですよ、これ。男系男子を重視することは、儒教とか、まあ、そういった横の国に関するようなことですから、むしろ、まあ、隣国思想なんですよ。日本の伝統的な天皇概念とは、全く別の思考の上にあるんじゃないかと。よって、生物学的概念で、男性による Y 染色体の継承を重視する。神武天皇の Y 染色体を悠仁君が受け継いでるみたいに言われてますけども、神武天皇は神話の存在ですから、科学的証明はできないわけで、男系男子、正当な理由付けがあんまないわけですよ。旧皇嗣典範からですから、まあ歴史も浅いですよ。だから守る必要なんてあんまないし、側室前提でありますから、まあ海焼けしかなくなるんですよ。だから紀子さんも海焼けやったと思うんですけど、生物学的根拠によって正当化をなそうとすれば、唯物士官派から天皇御陵を開いて DNA 鑑定をするよう逆手を取られるだけであるとしていると。唯物士官かどうかわかんないですけど、ある意味当ててるんですよ。ちょっと違うかもしれないですけど、DNA 鑑定はよく言われるわけですよ、秋篠宮の、うん。当ててるんですよ、この人ね。もうすでに。すごくないですか ?2010 年とかですから。そして、日本民族が皇室を必要とし、守りたいと考える限り、男系女性天皇であろうが、女系天皇であろうが、存続は図られると。そうですね。世界の国々がやってますし、スペインも途絶えちゃうわけで、実質男系男子がなくなるわけですよ。今日本だけなんですよ。なくすしかないと思いますし、直系に変えるしかないと思いますけどね。それが妥当だと思うんだけども。そして本の中身ですけど、見てこの話書いてあるんですよ。昭和天皇と比較されて、かなり断罪されてるんですけども、結構厳しいですね、この人。まあ、いい言葉だなと思うんですが、平成の天皇皇后はと。私の見るところ、こうした天皇制の無為無恥の理想と遠いところにいると思うと。いきなり行きましたね。その通りだと思います。つまり、私生きてますよね。今回の一連の皇室報道についても、ミテコが批判された時代です。事実ではない報道には大きな悲しみと戸惑いを覚えます。いくつかの事例についてだけでも、関係者の説明がなされ、人々の納得が得られれば幸せに思います。似たようなことを秋篠宮は言ってますけども、といった要望を宮内庁職員や記者クラブにしてますね。事実と違う場合は徹底して争うという明確な意思表示。これは自己主張である。上皇上皇后は政治的な発言も進んでします。即位後の国会では憲法を遵守しますと明言しました。民族主義の時代にあたっては当然のこととはいえ、上皇が憲法を遵守すると宣言したことで、諸外国は日本の民主主義権力の中枢に天皇がいるとの理解を改めて持った。そこで訪中の要請をした中国などは、天皇を元首として迎えると言ったのである。そして政治権力である以上、戦火に対する陳謝も首相でなく天皇にしてもらいたいというリアクションが韓国や中国ばかりではなく、たちまちにしてアジア中から落ちたと。当然のことだではないか。ミテコは秋篠宮の結婚に際して、秋篠宮家の繁栄を祈ります等の発言をしました。家族を大事にするという姿勢は一部に好感を持って迎えられましたが、一方で天皇家が祈るべきは宮家の繁栄ではないだろう。
国民の平安、国家の安泰、それから民族の永続ではないのかという疑問を一部に生ぜしめたと。まさにおっしゃる通りだなと。そして皇太子時代と同じでいいんですかと。私は個人男女平等家族愛というアメリカ型の民族主義理念を全面的に押し出してくる平成の皇室というものと、戦後の昭和天皇がほとんど独力で再建した伝統的な武士の皇室というものとが今後いよいよ先鋭的に衝突し、摩擦熱を生ずるだろうと考えていると。まあそうですね、まさにそうですよ。知的な文章で面白いですが、日本においては時代が新しくなることイコール維新であっても革命ではないの。ああこれいい。天皇皇后に即位た者が万座の中でダンスをすることはヨーロッパの王室の近い皇室への革命であっても維新ではない。革命は皇室それ自体を解体してしまうに違いないと。だから見てこうやったのは革命なんですよと。まあぶっ壊したわけですよ。知能皇室の身分制度を取り払って藩制度もなくした明治維新は無論歴然たる革命であるが、それを明治革命とは呼ばないのはいいですね。古くからあったものを新たにしただけという日本人の民族意識、これは文化の表れなんですよ。この維新を一番よく象徴しているのが実は天皇制というシステムではないかと。個人はなくても天皇制は続くんです。つまりそれはシステムなんです。象徴的に言えばそれは今作っている米の中にも100年前の米の命が入っているはずだし、1000年前の米の命も入っているという米作りを国の民が考え出した制度なんです。今の米は古い米をこれ新たにしたものである。つまり維新ですね。さらに言えばこの考え方は米は作るものではなくなるものだという思想に繋がっていますと。どんなに小さくてもどんなに年老いてもあるいは腕が一本なくなっても人間なんです。自己を作るなんていうことは西洋近代のものいいで、人間のなすべきことは自己を建築することではなくて自分を自分であるという本質を自覚すればいいだけなんですと。人間は作るもの、人格は形成するもの、皇室は新しく自分が作るんだと。という欧米流の条項を見てこうの革命的な考え方と根本的に異なってるんですと。日本の文化に相容ないということです。革命をすれば最終的に民主的ではない、つまり望んでも努力しても誰もなれない皇室はなくなってしまうんです。つまり俗物に落ちるということですよ。ここまで言ってるわけですよ。イギリス王室のようにファッショナブルに、そして華やかに皇室外交を展開したいんだろうと思うと。まさにそうでしょ。見てこうは何着新調しましたか、海外行って。ファッショナブルですよ。それは見てこうには自分たちのことや自分の家族のことは頭にあっても、国家とは民族のことはあまり念頭にないんでしょうと思う。だから訪中が問題になった時でも自分たちは行きたいって言ったんでしょと。見てこうとか現状こうになって外遊が増えました、ね、昭和天皇が生涯に欧州とアメリカぐらいしか行かなかったのと比べますと、その何倍も外遊してるのはイギリスの王室外交を理想としてるからなんでしょう。見てこう自身が普遍の皇室を完全に破壊した、すごい悪い方向の革命ではないかと。革命というかただぶっ壊しただけでディストピアができてしまっている状態であると私は思いますけどね。あとは奉還に関してもかなりヤバいエピソードがあるわけですよ。実現しなかったですけども、まあ見てこうとか上皇は韓国に来たかったんですね。しかしながら韓国イミョンバクは天皇陛下に土下座要求したわけですね。イミョンバクは現場で天皇がひざまずいて謝らなければならないという表現を使った。イミョンバクの時代に竹島占領されてしまって奪われて、結局そういう国なんですよ。だからお付き合いする必要もないし、あの国とは。まあだから秋信が秋篠宮批判するのは隣国のすることだと言ってるけども、僕には逆に思います。見てこ派とかの方がむしろ韓国に近いんじゃないんですか。川島達彦さんも韓国と近いんじゃないのかなと思いますし、私は渓谷は嫌いです、個人的にはね。まあ、それはあの来る方のチャンネル見てもらったら分かると思うんですけど、うん、それで何個ね黄色幕ついたか。だから彼らがスパイなんて言ってますけど、私はめちゃめちゃ秋篠宮批判してますけども、そんなわけないじゃんと。一瞬しないでくれあんな国と。で同年秋には訪韓が予定されていた。お住まいの東宮御所には韓国問題に関する専門家も招かれて、両陛下も非常に熱心だったと。よくこんな国行くなと。しかし韓国国内では両陛下の訪韓に対する拒否反応も強く、宮内庁幹部たちも危惧していましたと。その矢先に見て子が手術を受けられることになって、訪米も訪韓も延期されることになった。自分の病気のせいで国のための殿下のお勤めの妨げになってはと。本当なんですかね。見て子にとっては痛恨の出来事だったんでしょうと。めっちゃ行きたかったんですけど実現することはなかったんですね。それは良かったんですけども、こんな国をまず行くって思う時点でおかしいので、国民の声をですね聞いてないと思いますので、
私に関して生きた人なんだなと思いましたね。以上です。それでは皆様ご一緒に、しかしお疲れ様でした。ありがとうございました。バイバイ。